はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、またしてもチューハイですね。セブン&アイの、シークワンサーチューハイ。アルコール度数 5% だ。果汁 1%。さっぱりとした、爽やかな味わい。原材料名がウォッカと果糖ブドウ糖液糖とシークワシャー果汁と、食塩と、炭酸と酸味料と香料。これなぜか、ここに書いてあるのが、この原材料名のとこに、シークワーサーってここに書いてあるじゃん。シークワーサーって。そこに、ここの原材料名に書いてあるやつが、シークワシャー果汁って書いてある。本当にこれ。わざと言ったんじゃないですか。これ本当に、シークワシャー果汁って書いてある。すごいな。これ、なんかあるんだ。多分何かあるな。シークワシャー果汁。多分、あれなんだろうね。読み方とかが、原材料名に書く読み方が、ほら、シークワーサーだったりさ、ちょっとこう、変わるじゃん。その、地方でね。地方で。呼び名が変わるから、多分固定したいんだろうね。乾杯。うん。程よく甘く。うん。しっかりシークワーサーの味もしますね。うん、これは多分、どこだっけ？イトーヨーカドーか。で、買ったもんだと思いますけど。うん。そこそこ美味しい。特に、なんていうかな。割とシークワーサーって、まあ、チューハイで割とメジャーだからな。なんか、すだちとほとんどシークワーサーって味変わんないじゃないですか。で、これがシークワーサーじゃなくて、すだちだったとしても、多分、大して変わんなく、普通に飲むんだと思う。うん。だから、結構柑橘系って割とメジャーだからね。まあ、普通に美味しいですね。うん。やっぱこれぐらいの程よい甘さっていうか、まあ、そこそこ甘いチューハイ。うん。っていうのは。で、あと甘味料が含まれてないので、うん。十分美味しいです。まあ沖縄ね。沖縄原産ですけど。まあ沖縄は死ぬまでに一回は行きたいな。沖縄ね。青い海と白い砂ね。沖縄の砂は星砂って言うらしいですからね。うん、かなり形が星のような形の白い砂みたいですからね。一回見てみたいわ。はい、ということで、2444です。ご視聴ありがとうございました。